はい、今日話していくのは古典は読まなくていいっていう話です。まあ僕すごい本好きで、まあ自分であの本読んで、まあ軽くそこまとめたり勉強したりもするんですけど、まあ本好きな人ってよく周りの目を気にしてしまうんよ。で、その気にする目の中ですごいあるのが、古典を読まないといけないんじゃないか。で、古典って何かっていうと、今の生きてる人たちが最近出した本とかではなくて、すごい昔の人。例えば遡ったらアリストテレスとか、プラトンとか、ソクラテスとか、そういうもう超紀元前の人から、なんだろうな、デカルトとかの方法序説とか、マルクスの資本論とか、もう名前が聞いたことあるような有名な、古典ってあると思うんだよね。で、教養が大事だよねっていうのはよくおじいちゃん世代とかちょっと上の経営者とか社長さんが言ったりするんだけど、その人たちがみんな古典を読め、古典を読め、古典を読め、古典を読めってすごい言うの。でも、多分実際これでチャレンジしたことある人がわかると思うんだけど、激ムズなのね、古典って。俺もいくつかチャレンジしたことあるけど、もうちゃんと完遂して理解できたのってほぼない。ニーチェのサラトゥストラは書く語りきっていうさ、教科書に載ってるちょっと名前がかっこいいやつも読んだけど、もう全然わかんなかった。うん。でも俺は実際そういうの読まなくていいっていう結論に至ったその理由について話します。で、なんでこれが今日話そうかと思ってねと思ったかっていうと、正直言うと俺だけでは読むなっていうほどの自信はなかったんだけど、この本読書ダルさんが最近出したの独学大全にいいことが書いてあったから、そこからちょっと軽く最初に引用します。古典とは単に古い書物を言うのでも、時代を超えた真理なんかを蔵している書物のことを言うのでもない。もう少しきちんと定義すれば、古典とは多くの注釈書が書かれてきた書物のことを言う。ちょっとむずいから言うと、まあ、古典ってまあ単に古いから古臭いっていう風に断罪することも別にないし、もう時代を超えた真理がある、長く読み継がれてるんだから、それぐらい価値があるものだっていう風に持ち上げすぎなくてもいい。じゃあ古典は何かっていうと、単に注釈がたくさんついてるものだよ。注釈って何かっていうと、本読んでる時にさ、こうちょっとなんかちっちゃい番号とかが振られてて、下とかさ、一番最後とかに書いたりするじゃん。それを注釈っていうの。で、これなんで注釈書が多いっていうかっていうと、まあ当たり前なんだけど、今も読み継がれてる本っていうのは、いろんな人が読んできたわけ。つまりいろんな研究者がそこにはいて、このテキストのこの文はこういうとこを示してるとか、解説とかをたくさんしてくれて、まあ、どんどん注釈っていうのを足していってるわけよ。で、人によってその注釈っていうのは違うんだけど、まあ学問の中でも、その本とかその人の出した思想について研究する人たちがいて、でその人たちがどんどんその注釈を足していくのね。で、それは、その分野の専門で学びたい人にとっては大事なんだけど、一般の人にとってその注釈をたくさん書いてるところに一番最初にいきなり飛び込むことがいいことかって言ったら、俺はもう全くそうは思わなくて、もちろんそこで得られるものっていうのはあるんだけど、じゃあそれを読まないと本を読んだことにならないとか、それを読んでないのにこれを語るなっていうのは俺は違うかなっていうと思ってる。うん。だし、まあ当たり前だけど、古典って古いから、その説が後から否定されたりってすることもあるんだよね。だから先に全体像を知っておいた方が、その本の読み方っていうのも分かったりする。例えば、哲学の歴史においてカントって人はまあすごい人なんで、ここでは詳しく説明しない。すげえ人なんだけど、カント以前、カント以後、カントが現れる前とカントが現れた後では、もう全然哲学が変わってくるんだけど、じゃあこのカントの存在を知らずに、じゃあお前の哲学者のやつとかを読んですげえってなって、そのまま盲信したとしても、その中で違うよって否定されてることがその後にあったりもするから、そういうのから考えると、先に全体像とかを把握しておいて、別に入門書でもいいし、教科書でもいいし、ざっくり全体像を知って自分が読めるリテラシーみたいなのを身につけた上で、まあ古典を読みたい時に読んだらいいと思うんで、一番最初から古典を読む必要はないし、古典読んでないからちょっと自分は、なんだろう、大きな声で本が好きって言えないみたいに自信をなくす必要はないと思います。まあ、読みたいやつを読むやつが一番偉いから、読むべきとかいうやつは全部無視していい。もうおじさんが教養とか、なんか大事、古典が大事ってまた踊り出したらもう無視するのがいいと思います。今日はそんな感じ。あり。